はい、こんにちは、かえりかです。前日と前々日に2日間ちょっと遠くの方でロケがありまして、声がガスガスなんですけど、ファンの皆さんから声があったのかな、そういう風にね、なんか言ってくださる人がいたみたいなので、今回は参考になるかわかんないんですけど、一応アイドルメイクみたいなものをやっていきたいと思います。で、お前今もうメイクしてるじゃんみたいな感じで思われてると思うんですけど、これで結構落ちてるんですよね。だから直しをしていきながら、私のいつもやってるメイクのポイントとこだわりみたいなことを話していければいいんですけど、私も何回かメイクさんにしっかりメイクしてもらったことはお仕事上たくさんあって、なんだろう、その時に学んだこととかもあるので、それを一旦皆さんにも知ってもらって、こうやったら目が大きく見えるとかっていうポイントをおさらいしながら、私はメイク直しをしていきたいと思います。今もちょっとしてる状態なので、ベースは口だけで説明させていただきますね。最初に前髪を止めます。嫌だけど止めます。もう眉毛が消えかかってるんですけど、はい。それで下地が、ポール&ジョーですね。ポール&ジョー、これ憧れだったやつ、ポール&ジョーのモイスチャーライジングファンデーションプライマーの S01、 これもめちゃめちゃ人気だし、もうみんな知ってると思う。本当に私のメイクって参考になるのだろうか。ならない気がしてきた。でもまあいいや、とりあえず言います。これがやっぱ一番伸びが良くて、急いでてもサッとつけられるし、あとはトーンアップしてくれるので、それでなんか保湿もねしっかりしてくれて、私は肌が弱くてすぐ荒れちゃうんですけど、これにするようになってから結構いい感じの肌の色になったというか、これをまずはおでこと鼻とこことこことここに塗って、スポンジでこうパタパタしていきます。その後にSTローダーのアイボリーヌード72番って書いてある、ダブルウェア、これもめちゃめちゃ有名です。私結構いろんなの使ったんですけど、やっぱこれが一番崩れないかなと思います。メイクポーチの中に入ってる、今日は一群コスメを紹介してるんですけど、これが一番なんか汗とかかいてもよれないし崩れないし、私もともとクッションファンデが楽で使ってたんですけど、クッションファンデはなんだろうな、夕方になるについてちょっと荒が目立ってくるみたいなところがあったので、好きなんですけど楽で、でもやっぱこういうちゃんとしたファンデーションを使ってた方が落ちないかなとは思います。はい。それで、それも先ほどと同じように塗って、あとはこの小鼻のここですね、ここを結構しっかりめにこうスポンジで叩き込んでいきます。そうすることによってこう赤みとかも消せるんですけど、消しきれないクマとか赤みとか、カリゾ書いちゃったここに、マジックコンシーラーピンクベージュの DJ3 番ですね。ピンクベージュ、基本コンシーラーはピンクベージュ系ですねを選びます。でここの赤みとかを消していく、ちょっと今やりますね、この辺と、あとはこの口のところ、この口角が暗く見えるとなんか口の印象が暗く見えてしまうので、それはちょっと非常に私は嬉しくないのでこれをファンデーション塗ってる最中でもいいんですけど、時短のためには途中でも叩き込んでいきます。そうすると赤みとかクマとか消えるので、私はもう今メイクしちゃってるのでクマは消さないですけど、でその後、3ですね、3のエレガンスのパウダー使ってたんですけど、いかんせん高くて毎回買えなくて、これの方がちょっと安いので使ってます。汚ねえなそう、ほんとメイクポーチでいつも使ってるやつだから本当に汚くて申し訳ないんですけど、3ですね、3のアルティメイトダイヤフェネスルースパウダートランスルーセント01番、これちょっとでかいんですよねデメリットとしては。ただなんかこのパフもすごい
あのふわふわしてていい感じについてくれるし、あとは粒子が細かいので、もうなんか何でもない粉です。粉粉しすぎてもないし、カバー力がないわけでもないし、で私は今マスクをすごくするじゃないですか。だから結構ツヤ肌っていうよりかはしっかりとパウダーをしてベタつくところがないようにっていうか、その分ポール&ジョーの下地であの保湿してるのでいいかなと思って、そういう風にやっています。で粉をやった時にあの目を閉じてこうパタパタパタってするとまつげにも粉がつくんですけど、これをやっておくことによって後でまつげがぐんと上がりやすくなるので、まつげに粉もつける。で眉毛もあのちょっと汗で濡れちゃったりとか、あとは保湿の感じで濡れちゃったりとかしてるとあの描きにくいし引っかかっちゃうので、眉毛にもしっかり粉をつけるっていうのを私は心がけています。はい、これ参考になってんのかな、ちょっとわかんないですけど進めていきますね。その後私が一番大事、私のコンプレックスは鼻なんですよ。鼻、私が鼻のノーズシャドウでもう迷いに迷って結果たどり着いた一番高く見えるのがこの方法なんですけど、何でもいいんですけど、私は RMK のグロースティックファンデーション、このハイライトを使ってます。結構ねラメが入ってるキラキラ系なんですけど、これをこの鼻の頭と鼻先だけに塗ります。わかりますか、こことここに塗って、でその後細めの筆、このここが細い筆なら何でもいいんですけど、これでキャンメイクのノーズシャドウパウダー N ナチュラル、これを使っています。これの明るい方、白い方を筆で取ってちょっとトントンして、さっき作ったこの光が当たる部分をつなげるようにクククククって細く入れていく。これだけでちょっと鼻が高く見えるんですけど、大事なのはここからなんですよ。でもう一つ筆を変えて、ちょっとさっきよりも太めというかこれぐらいの筆なんですけど、これでさっきのキャンメイクのパウダーのこっち側を取って、あのノーズシャドウを入れていくんですけど、ここから入れます。ここ絶対にここ、私は離れ目であのここがないので、それがすごいコンプレックスなので、ここを強めに入れていきたいから、やっぱパウダーって塗ってると最初に塗ったところが一番濃くなるので、ここをとにかく高く見せるように塗っていきます。あとはこのさっき塗ったハイライトのところのもうキワキワですね、をこう線を修正するように埋めていく。で忘れちゃいけないのがこの鼻先の下、ここもちゃんと塗ります。で反対側も一緒、ここから塗ります。この眉毛からつながってる骨に沿ってこう塗っていきます。これはそんなに濃くならないので重ね塗りしても全然大丈夫なんですけど、やりすぎるとあのデーモン閣下みたいになるので、私は昔すごいやりすぎてた時期があったんで要注意ですね。でもこれはこれに出会ってからはそんな濃い服はならないようになりました。もう本当にとにかく鼻がコンプレックスで嫌だったので、このメイクは私が一番研究してて、多分これが今ベストだと思ってるけど1年後には変わってるかもしれない。でも私がたどり着いた鼻が一番高く見える方法はこれでした。最初にベースメイク変えていきますね。アイメイク最後にしますね。さらにね後でもう一回やるんですけど、でその後チークですね。チークはセザンヌのナチュラルチーク N18 番、これでも限定だった気がする。なんかチークって一生なくならなくないですか。私これずっと使ってるんですけど、これをまあついてる筆でいいので、鼻先のさっきシェーディングしたところとこの
ハイライト入れたところの間に入れる。でも入れすぎ注意です、これも。で、同じく私はこのほくろを目印にしてるんですけど、鼻の真ん中ぐらいですねを横にこう入れる。反対もこうします。一緒です。なんで横に入れるかっていうと、なんだろうな、ここが広いんですよね。それが嫌で、なんかこう埋めたいっていう一心なんですけど、なんか横に入れてこの鼻とつながってる風にしたら、なんだろうな、ちょっと泣きメイクっぽくなって可愛いんですよね。あとはなんかライトとかが当たった時に、やっぱりこの辺が全体的にピンク色だと可愛いなって思った時があって、それからこうやって入れるようになりました。あと後で、まあ、今やっちゃうか、ハイライトもしていきますね。ハイライトは一番有名セザンヌのパールグローハイライト、これも01番なんですけど、何回買ったかな、結構リピ買いのやつですね。これは顎の子、口をうんってやって尖らへんですよ、ここを。でここに塗る、縦に入れます。あと私がいつもハイライト入れるのは、さっき塗ったチークの上からこの目尻にかけてこうくの字描くように。反対もここからここに入れます。ここがやっぱりキラキラしてると肌が綺麗に見えるんです。私の見解ですけど、ほんと参考にならないと思います。だから参考にしないでくださいただ私はこういう答えにたどり着いてる今っていう状態なんで、また変わっていくかもしれないし、これがベストかもしれないです。でも人それぞれで顔は違うので、コンプレックス、メイクは可愛く見せるというよりも、私はコンプレックスを隠すためにやってると思ってるので、そういう感じでやっていき、声ガスガスすいませんね。はい。今、ハイライトまで終わったので、眉毛を描いていきます。眉毛は、私前髪下ろしちゃうので、適当なんですよ。アイドルのメイク動画とは思えないんですけど、真ん中を埋めて、んですけど、いつも使ってるのはセザンヌの黄色いやつだったんですけど、今はなぜかコージースプリングハートのオーバルブーアイブローライトブラウン使ってます。なんてなんだ、眉毛はでも適当です。本当にあってもなくてもいいと思ってるのに眉毛なんて適当にやるんですけど、だいたい私がメイクさんに教えてもらったのは、口から目尻にか、ここが眉の終わりで、黒目のところが眉の盛り上がり。だからこの2点を取っておけば綺麗に眉毛が描けるよって言われたんですけど、その2点を取ったって不器用なものは不器用なんで全然描けませんこんな説明の仕方してるアイドルいないな多分。で、まあ、どこの筆か忘れたんですけど、結構この眉筆みたいなので、これも大ロングベストセラー、ケイトデザイニングアイブローですね。これでさっき描いた眉のこの眉尻側をすごい濃いめに入れます。私は眉毛薄いのですぐ取れちゃうから、取れても見えないんですけどね、前髪で。だから別にいいんですけど、ここまでが大体ベースメイク。あ、大事なのです。シェーディングしていきます。顔のシェーディング。顔のシェーディングは、キャンメイクの、シェーディングパウダー、01番。これも底見えですね。めちゃめちゃ。で、これはもうこう持つ。筆はこう持つって、ぐーって言って、もう私は顔がでかいのもコンプレックスなので、もう、うわーってもう、やる。死ぬほど塗っていく。ね、大事です。ここを塗っちゃダメなんですよ。この辺塗っちゃダメで、顔の面じゃないところからちょっとはみ出るぐらいのところを筆を横にして、こうゴリゴリもう削るかのようにやります。私は、はい
もういいんです、何でも小さく見えりゃそれで。ここまでやったので次がアイメイクですね。アイメイクはちょっと右だけ落ちてるんで右を重点的にやっていきます。なんか大丈夫かなこれ、編集していい感じになるかな。アイシャドウはクリオのプロアイパレット03番コーラルトークかな。最初に私は本当に目が痒くなっちゃうし、あと荒れやすいんですよ。それでなんか目に結構負担がかかっちゃうことがあって、この辺がカサカサになっちゃってするので、最初にミネラルアイバームサニーピンクエトボスのやつですね、これをこう取って指で取って全体に塗ります。もうこの涙袋のところからアイホール全体に塗ります。塗ってからアイシャドウやっていきます。これのまずこの色、真ん中のこの色取ります。足ごめんね、腰痛いから足立てさせて、このさっき塗ったエトボスのやつぐらいまで、エトボスの何て言うの、湿気湿気っていうの、バームなんで結構ペタペタしてるんですよね。それを粉で押さえるイメージ、全体に塗っていきます。こっちも一緒ね、こっちもやってたんだけど、違うよね、こういう風に塗ります。でその後この真ん中のキラキラを取って、私もめんどくさいから同じ筆でいっちゃうんですけど、この真ん中、アイホールの真ん中を重点的に、ホテルだからねギリギリの感じで撮ってるんですけど、アイホールの真ん中をこう塗った後、ここね、この下のところ下も塗ります。目頭を重点的に塗ります。はい、続きましてさっきよりも細いやつで、この茶色ですね、茶色のちょっとダメがあるやつを取って、この黒目の終わりくらいから始めて、二重の線をちょっとはみ出すぐらいまでの幅で、この三角ゾーンあるじゃないですか、ここをこう覆うようにこれぐらいはみ出すくらいのイメージですね。本当はこっちだけでいいんですけど、私の場合離れ目なのでこっちにも色が欲しいんですよ。なのでちょっと同じくはみ出すぐらいまで塗って、でも二重幅ギリギリみたいな。目尻のこの直線のさっきの三角ゾーンのところをさっき塗ったところ終わり目指してこうやります。でここを必ず開けます。このわかりますか、このここ、なぜならここまで白目だよってやりたいから。ちょっと大きくなりましたよね、これだけでだいぶ変わるんですけど、二重幅も結構ボヤボヤっとしてるので、私は二重幅よりもちょっとオーバー目に描くことで二重の線が広く末広がりに広がって見えるというか、それが私はデカめ効果で好きなのでそういう風に塗ってます。でなんでこの真ん中開けるかっていうと、なんか全体にベタ塗りしちゃうと結構もう二重幅みたいな、眠たい人みたいななっちゃうんですよね。それはちょっと嫌だなと。なので私はこの近く見えてほしい目頭の部分と目尻に塗っていきます。ここね、あとは三角ゾーン、ここは少し残すこと、この白いところ粘膜がポイントですかね。最初はもうほんとベタ塗りしてて、アイシャドウ2色グラデーションで普通のアイシャドウみたいな感じでやってたんですけど、こ
これはメイクさんがやってた方法で、歌番組に出た時にこうやってやったらすごい目が大きく映って見えてたので、これはいいと思ってちょっと真似させていただいてます。はい、なんかここに光が入ることによってラメでキラキラしてて、アイシャドウのグラデーションっぽくも見えるけど、しっかり締めるところは締めてるみたいな、それが私のこのメイクの好きなポイントですね。はい、で下のさっきピンク目に書いてたと思うんですけど、これこのままだとちょっとやばい、なんか地雷っぽく見えちゃうので白のラメを取って、真ん中ですね、ちょうどさっき引いたアイシャドウの横の真ん中らへんにこうぷくっとさせるイメージで置きます。アイシャドウはこれだけかな。次、セザンヌのドローウィングダブルアイライト、何各二重アイライナー影用ブラウンってやつがあるんです。これが優秀くんなんですよ。これね本当に涙袋にいい。ここからくってここまで影を描くと自然だし、描いてる感も出ないし、なおかつちゃんとぷっくりしてくれる。これめちゃめちゃ好きです私。これは二重の線がちょっとはっきりしないなっていう日にも使ってます。でラメですね、次シピシピのグリッターイルミネーションライナー01番ピンクベージュ、これがもう出た時から欲しくて欲しくてやっと出会えたんですけど、あの福レナさんがやってらっしゃるところ、このラメが絶妙に可愛くて公園でも生えてすごい好きなんですよ。これを目頭からって引く、ちょうど黒目の始まりぐらいまでですかね、まっすぐ向いた時に。でも粘膜ギリギリですねを引いていきます。これで結構涙袋がさっきよりぷっくりしたと思うんですけど、で最近好きなピエンメイク、ピエンアイみたいなのがあって 3CE のアイスイッチ、これもすごい有名なやつですね。これをこれが結構ホロがでかくて好きなんですけど、私は取ってさっき引いたラメのよりちょっと横の真ん中、ほんと目の真ん中にピッてピッてこう水たまりっぽく置く、でそこからまっすぐ垂らす、ちょっと垂らす、そうするとなんかキラキラ泣いてるみたいに見えて可愛いんですよね。ここ置いてまっすぐ垂らす、これは最近やってる公園メイクなんですけど、遊んでる感じが出て可愛いなと思います。で次はアイライナー言っていきたいと思います。アイライナーはなんでかわかんないけどコージー極み筆リキッドアイライナー栗色使ってます。栗色ってなんか可愛いよね、言い方。この目尻ね、私は目尻だけ引きます。さっきアイシャドウ塗ったぐらいのところまで、アイシャドウと一緒の幅というか始まりも終わりも一緒ぐらい塗ります。で下もアイシャドウの上をこうしっかり線でなぞる感じで、こっちも本当目尻だけ。でここが私は離れ目なのでここにも入れます。さっき描いたラメグリッターの上ですね、まだ上、粘膜側とこの目頭のこの部分にも入れます。ちょっと見えにくくてごめんね、照明があれだから。こうするとちょっと近く見えるんですよね、目が。そんな気持ちですけど。でマスカラか、マスカラは家でいつもメイクするときに使ってるのはシュウェブラのやつを家では使ってるんですけど、これは韓国で買ったピンクで可愛いからメイクポーチに入れてるだけのやつなんですけど、
バニラ粉のやつを使ってます。これを挟んで普通に揚げる。その時に一回挟んで置く、揚げる、ちょっと離して置く、揚げる、でこう毛先に向かってやっていく感じで揚げると結構クッと上がります。3回に分けて揚げていく。で、ガンダムみたいなマスカラ使ってるって言ってたんですけど、デジャブ、ファイバーウィッグ、ウルトラロング E2。読み方わかんないけど。このガンダムがめちゃめちゃいい。ブラウンなんですけど、ふんわりロングにしてくれるので、すごい好きです。この、クッククックって一回やってからスッと上げる。もう迷いなく。何の迷いもなく、ここをクックックってちょっとスッと上げる。これを何回かやります。二重の線と被るぐらいまでにいけたら今日は調子いいなって感じですね。このくらいで、下まつげもしっかりやります。下まつげは私は本当にしっかりやります。結構しっかりめについちゃってる。ちょっと茶色なんで見えないです。でも結構目大きくなりましたね、さっきと比べたら。で、リップか。リップはロム&のジューシーラスティングティント、コルニソーダ16番ですね。コルニソーダって読むのか分かんないけど、これをここ中心に塗って、たらこ唇が嫌なので結構あのピンクっぽいのだったりするとウェハッと大きく見えちゃったりするので、しっかり私は色を入れます。で、どっちかっていうとオレンジっぽい赤が私には合ってるかなと思って、朱色っぽいやつ。これはマスクでもあんまり落ちないし、なんか収録とかでも持ってくれるのでよく使ってます。はい。で、ちょっと雑誌の撮影とかなんかうるうるさせたいなみたいな時ってあるじゃないですか。そういう時にはルナソルの、これもうあんないと思うんだけど、ディープリップグローの EX に、これ多分なんか試供品かなんかでもらったやつなんですけど、何年か前にちょっと紫ぶどうっぽいラメの入ったやつを真ん中だけにって塗って、まあまあしてやるとちょっとうるうるっとして可愛くなる。あとさっき塗った赤にちょっと深みが出ておすすめです。そのぐらいかな私のメイク。あと何してない。あ、そうだ、そう、離れ目解消にもう一個いいことがあって、あのさっきの使ってたセザンヌのパールブローハイライトを、これは外でとかだとちょっと目立ちすぎるから私はあんまり外の撮影の時とかやんないんですけど、この目頭のところに小指で沿って入れると、ここがやっぱりキュッとなって見えるのが好きで私やってます。あとは鼻も高くね、ちょっと見えるので使ってます。同じ小指でこの M 字リップにしたいので、やっぱりここがクッと引っ込んでるっぽく見えるようにここにもハイライト入れます。うん、どのぐらいかな。私のメイクはこんな感じです。もっと詳しくアイメイクが知りたいとか、ベースメイクもっと詳しくやってほしいとか、お家でしっかりやってる感じのをやってほしいみたいなのがあれば、リクエストコメント欄とかに書いてくださったら嬉しいなと思います。でも私いかんせんメイクがそんなに得意な方ではないというか、私の顔に合ったコンプレックス隠しをしてるだけで可愛くなるメイクとはちょっと違うかなと思うんですけど、でもあの気になるよって人がいたり、パーツがちょっと似ててこの悩みどうしたらいいんだろうみたいなことがある人はコメント欄とかで教えてくださったら嬉しいです。本当にこれで一歩行くつもりなのかな、大丈夫か心配なんですけど、はい、ということで、見てくださってありがとうございました。参考になったかどうか分かりませんが、こんな感じでいつもメイクはしています。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。大丈夫かな。